はい、えー、こちらね、あの、ちゃんとした詳細がちょっと僕も、はっきりわからないんですけど、これね、えー、5年前から15年前のね、僕がよく行くミスいや、ごめんなさい、よく行くミス、行ってたね、あの、ナンバーオタロード周辺の、その店で買ったはずなんですけどね、うん。で、当時ね、これよく見かけたんですよ。こんな雰囲気ですよ。あくまでこんな雰囲気ね。で、 あのー、これね、ソフビに、ドラゴンボールのソフビにね、こう、キーホルダー状になってるんですけど、当時もね、今もやっぱりこれね、商品がはっきりしないんですよね。あのー、なんかちょっと言ったらいいんですけど、このパチモノみたいなね、そんな感じで、あの、こう、なんていうんですかね、オリジナルでやってたような気もするんですよ。で,でもね、後ろ見ると、ここね、ここになんかこう、彫りが彫られてるんですけど、これちょっとね、さすがに、あ、 これでピント合いましたかね、まあ、これねピントあってもちょっと見づらいですね、光の加減でね。あ、やっぱそうですね、チャイナって書かれてるのと、えっ、ー、とね、1996とは書いてるんですけどね。で、これが、えー、僕がね、勝手に想像して、ドラゴンボール、えー、違うんですね、えー、ドラゴンボールソフビキーホルダーっていうのを想像して入れたらね、 これだけ出てきました。で、これがね、えー、最近の落札一例で300円。で、他のはね、これ全く出てこなかったです。<laughs> これね、えー、パンちゃんですね。うん。多分ですよ、これね、パチモンやと思うんですよ。でも当時ね、なんかこんなんよく売れてましたね。うん。え、と、当時よく売れてたって、あの、ボコンボコン売れてたわけちゃいますよ。あの、 売れてたと思うんですよ。それでね、あのー、こういう中古ショップでたまに見かけてたと思いますね。これね、僕のあのー、飲み仲間にね、あの、こういうフィギュアとか、あの、僕みたいに集めてる人がいて、あの、その人たちにも一回相談したけど、ああ、これ見たことがあるっていうのを半分と、見たことない何それ、これなんかパチモンだね。やっぱね、僕らと同じ意見なんですよ。で 見たことある人と見たことない人のね、意見が半々ですね。だから、絶対見たことないっていう意見が多いわけではなく、あの、ま、要はそういうことなんですけどね、言いたいことはね。うん、ほんで、これね、えー、全部裏見たら、えー、詳細がね、1996年です。で、今はね、これがパパーっとちょっとこう、ね、出てきただけなんですけど、まだね、確か間違ったらごめんなさい。この状態、この状態というか、こういう雰囲気のね、 え商品まだね、僕、えー、50個ぐらい持ってると思うんですよ。でね、もちろん、ダブってるのもあるんですよ。これがあの3つあったり、これがあの4つあったりとか。ですけど、間違いじゃなかったらね、こんな感じの雰囲気の、あのまだいろんなやつがね、あの50個あった記憶があります。でもね これはあの、ダブってるんですよ、でダブってるからこそ、あのこの5つをね、僕、どっかに飾ってて、ほんでね、僕、一回引っ越ししてるんですよで、引っ越しした時にね、もう袋に全部入れて、出したんですけど、何が言いたいかって言ったらこの5つは、ダブってるからこそ、あの飾り用として、こう、置いてて、袋にいざ入れて、最近出てきたんですけど、このダブってないやつとかね、まあ、ちょっと他のやつは、この袋にね、50個詰めて、どっかにあるんですよ。 またねあの、出てきたらその時にね、あのー、紹介させていただきますで、ね。もしみんな分かったら、これコメントの方にね、まあ、僕の、ね、動画なんかこう見ていただけるかどうかわからないんですけど、もしね、見ていただいて分かったらね、これがちゃんとした日本の商品なのか、あの日本のジャパンのね、商品なのか、あとはあのいつ頃発売されてたとかね、こういう詳細的なことわかる人がいたらね、 うーんやっぱりね、結構僕の周りのね、その飲み仲間の人も詳しい人多いんですけど、やっぱりね、見たことがあるとか、ああ、あったなって止まるんですよ。で、ヤフーオークションでもね、えっ、ー、と、詳細がね、なんかあのー、 昔も何回か見たことあるんですけど、今回はこのトランクスだけやったんですけど、で、昔もね、よくそのオークションのこの詳細に書かれてたのが、押し入れから出てきましたとか、友達から出てきました。で、えっ、ー、とね、やっぱなんか、こう、ほにゃらら性なので、あの、本物とは思わず、まあ、こうね、まあ、バラエティグッズみたいな感じで捉えてください。その代わりにね、あの、スタートの価格が10円からとかね、確かそういう捉え方のね、あの、詳細が、 多かったんですやっぱね、出店というか、この出品してる人もね、あの、ちゃんとわかってない人が多かったと思います。はい、こんな感じでね、ドラゴンボールの、僕の想像ですけど、名前がね、えー、ドラゴンボール、えー、ソフビキーホルダーね。<laughs> こちらの紹介を終わらせていただきます。またね、私の動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。